今日もリーン占いやっていきましょう。でかい仕事になりそうだな。あ、このデッキ本当に自分で作ったのかっていうコメントがあったんですが、いや自作ですね。はい、どっかからコピーしたわけでもなく、細かいのいっぱい入れてたっていうだけなんですけどね。はい、ドレアムが強いんだよな基本的には。あ、まずいいのは苦手だ。右の方が今まずい。物質アリーナに勝てるかと思ったらレックってことはなんだ、レック？俺のターンだな。全然意味がわからないけど、スピンリック結局に死ぬか。レックってなんだよ、レックってな、ちょっと想像できないんだが。途中から切り替えるとかないからな、レックだったら。なんだっけ、うわぁ、どう攻めるか。こういう風に上げればよかった。あんまり俺を怒らせるなよ。そこだ、カイロスハント。気合い入れてくよ。ならないか、もうよろしくないな。カミュさん、今日もヘアスタイル決まってますね。なんか付き合っててもよくないんだよな、あんまり。これで頑張って。よろしくないパターンだ。どうすか。なんかドレアムに行けない。私の技味わわせてあげる。ちょっと一体何をしたいんだろうな。テンションめっちゃ回すってことは岩石落とし関係ないか。関係ないが、なんだろうな。私の技味わわせてあげる。どう攻めるか。ソラヤ、こっからどうするかな。もういっちゃ。エマが残ったら嬉しいが、そうはいかない。そうだよね、見せてくれないよね。先生、あれか、もう完全に
あのコンボがやりたい感じだね。よし、行くぜ。なんだっけ、マイユがやりたい感じか。これは難しいな。難しいね。それでから考えるか。テンション回させすぎるのもなんか腹立たしいしな。一回はやらせるか。こっちとこっちとどっちが嫌かな。もう時間がねえ。我は破壊と殺戮を退屈させてくれるんだよ。ダークドレアムナリ。あんまり俺を怒らせるなよ。私のターンね。殴り損ねた。五点がきついな。マイユかねこれ。どう攻めるか。封印するか。待って、全体2点プラス2点ダメージプラス封印でいいか。我に何を命ずる。ザクに用などないわ。マイユだろうなこれ。俺のターンだな。困るやつが多い。2回攻撃困るな。好きに選ぶがいい。この袋は防水よ。しかないな。アサシンアタック。せや。やれることはやったな。もう時間がね。いやー、厳しい勝負してるなお互い。銀が出したいんだけどなかなか出せない。まあ最悪だな今。あたいの隙を簡単につけるとは思わないことだ。シマイラロードでなんとかなればいいんだけどなかなか銀が出せない。
殴らなきゃよかったなぁ、くそ。よし、これね。めっちゃテンション回してる。最後テンション回した末に何かあるか。よし、行くぜ。どれもいまいちだね、ここは。2位に行くしかない。承知ってね。次に挑むのはここよ。面白いかも。やれることはやったな。私のターンで。これはデルカダールはいつだ ?8 か。遠いな。これも遠いし。眉っぽいんだけどな。本当に。灼熱投函打ち。いやー、ちょっとテンション回さないときつい。だけ回すんだよ。あー、そいつか。痛い痛い。そういえばそんなやつ痛いや。痛いよ。どう攻めるか。ピラス、どれもどうにもならないなこれ。そうか、テンションある。そういうやついたな。いたわこいつ。そういえば思い出したわ。魔毒のために封印取っとくべきだったな。きつい。11点出るか。裏魔毒もう一体いる。やっぱり強い。忘れてた。いやー負けたねこれは。爪が甘いな。久しぶりのレックだったからちょっと思い出せなかった。リーンもあれが出るときついな。11とかだからなかなか踏破できないからね。綺麗にやられました。もう最後だからもういろんなデッキ使ってる人多いね。ぶっとる全然合わなくなっちゃって。みんなレジェンドいたからかね。ぜひプレイ見ましょう。リーンは使わなかったんだけど、頑張ってレックテリーに勝てたっていう試合ですね。はい。さあ構えろ。俺が相手して。めっちゃ強かったんだけど勝った。俺のターンだ。いいスタートだねこれ。レックでテンション上げなかったから、ツボ2個でいいだろう的な感じで行きました。俺のターンだな。前に仁王立ち出る可能性があるから、前に置いてから後ろに置いた方が良かったな。その方がこれが踏破できやすい。行くぜ。はあ。あんまり俺を怒らせるなよ。ほら。テンション3個も上がらんだろうなと思ってここに置いちゃったんだけど、あんまよろしくなかった。こっちに置いた方が良かった、ね。
でも今ドラゴンが見えたからもしかするとドラゴンが前の列に全員に1点とかそういうやつがいたらめんどくさいなと思ってこうやったんだが、うまいね。この1点に転生スキル使わせたからいいっちゃいい、そうかねとも言える。フレーム使えるし、こう並べてたら多分転生スキル使ってくれなかったでしょう。どうかね。もう相手16まで減らした。ここからが勝負だな。じゃあこういうやつ置いてくる可能性があったから、この順番をね、順番をこっちを1にした方がよかった。どう攻めるか。いいな、組んだ。そして。殴ると。やってやるぜ。こいつが、受けるダメージマイナス1っていうのを無視させたんだけど、もう一体出てきたっていう、しんど。俺のターンだな。なかなか良い。ちっちゃまな方を倒しておいて。いいね。もういっちゃ。カイロスハント、見せてやるぜ。どこ置いても僕はドローするという感じだね。これもでもドローできるし悪くはない。準備は整った。助けが必要かなら私が力を貸そう。全体これ効かなかったのもでかいね。全体2点入るから2ドローできるし。選択謝るなよ。これはつけられる。つけてさらにコーラルディモスも出せると。これ悩ましいね。他も出すかどうか。チリを出すもんじゃドロー。テンション回して殴ってもよかったよね。みんなにルビス様の加護があらんこと。もう珍しいの入れてるね。さて、あと相手にミリエイユがあるかどうかだね。ズボ惜しいな、惜しいな。テンション1個上げてれば。しかし今ズボはそんなに強くないんだよね。キマイラロードでやっつけられるっていう。まだ丸5までいってないからね。キマイラロードで倒せるっていうのはでかい。無念なのだ。さあどうする。5-1-1-3-5-5と出てる。疾風月、疾風月あんま見ないけど珍しいよね。ズーボが死んでしまってから結構苦しいと思うが、この6点になっちゃったよ。このルティモスも。ああ、ヒューザなんてあるんだ。ちょうどいい修行相手がいるようだな。いや、でも、CEO でよくないか？難しい。どう攻めるか。悩ましいところだね、これは。なんか、ランダムな何かを手に入れたいから、ね、さあ、12-18、どうなるか。
そろそろ本気で行くぜ。さあ、雷神殴って向こうも苦しいが。タミ、お前に俺の守りが突破できるか。さあ、あと8点っていうところなんですが。もらった。ドラえもんレベル2が効かないのがちょっと辛いな。パピラス、これがね、神だった。2頭が出てきた。これなんかする必要なかったんだよね。8点だから1、2、3、4、5、6、7、8、2頭と1頭使えば。あんまり俺を怒らせるなよ。2頭1頭2頭1頭で6点、もういっちゃプラス、ああ2点、8点、ああギリギリだったね。まあ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 、こんなレックテリーにも勝てると。レック武闘家には勝てなかったという感じですね。はい。レジェンド目指して頑張っていきたいと思います。では。